ルジー吸いお肉がいい。そっか、じゃあお肉にするか。でもステーキにできるような塊肉はないし、いろんな肉がちょっとずつ残ってるんだよな。だったら中途半端に残ってる肉は全部使っちまおう。袋に入れてニンニク、酒、醤油を入れよく揉み込む。肉とタレが馴染んだら小麦粉を入れてシャカシャカ振る。シャカシャカ、同じ小料理なのにしょっぱいのとあっさりので味が違う。美味しいよ、あるし。お、違いがわかるか。フェルはこいつです。スライムですか。うちのスライム特殊な個体で、すっごく強いんですよ。はあ。うわ、あいつスライムなんか連れてるぜ。意味わかんねえ。いいんだ、水の強さと可愛さは俺だけが知ってれば。さすがラーシュさん、ご推薦の宿、いいとこ紹介してもらったな。さて、これからどうするか。魔物の解体と肉の確保のためにもギルド脱退は考えられないし、しばらくはこの町で F ランク目指して頑張るか。明日は依頼を受けてみよう。ちまちま頑張っていくしかないよな。なんだかな、俺冒険者になりたいわけじゃないんだけど。そうじゃ、お主の本分を思い出すのじゃ。町に到着したばかりで様々な用向きもあろうと待っておったら、わらわのことをこれっぽっちも思い出さぬとは何事じゃ。過去に対する感謝が足りんのではないか。本当すいません。つうか俺の本分って甘いもの、甘いものと、あ、ちょうどプリン&ゼリーフェアってのやってるじゃん。豪華で良さげなのを何個か選んで機嫌を直してもらおう。どうせ女神様の方に届くんだから、わざわざ取り出す手間いらねえんじゃねえと思うけど、そこはやっぱりお供えなんだよな。風の女神ニンリル様、お供え物です。お納めください。神の加護をお与えくださり感謝します。これからもよろしくお願いいたします。ヤッホー。ヤッホー、女神が何のことじゃ。それよりこれからはくれぐれもお供えを忘れるでないぞ。はあ、これで本当に眠れる。水汲みや荷物運びは1ポイント、薬草採取は2ポイントで、ゴブリン討伐が3ポイントか。なあにおじいちゃん、三段を打ちまくって戦いたくはないか。戦うの。なに、こいつ水を取り込もうと。水、戦うのは危ないからさ、もっと安全に。水ビュビュってやりたいな。あのね、水ちゃん、そんな危ないことより、いろんなお薬の元になる葉っぱやお花を取りに行こうね。シュイ、お薬なら自分で作れるもん。ビュビュってやる方がいい。シュイ、やっていい？やったー！相変わらずすごい威力だな。で、問題はこのゴブリンの。アルジー、お願い。決まりだな。いやだー！やったー！全部やっつけたよ、アルジー。そうだね。楽しかった。アルジー、ありがとう。大好き。全部？そんなことできるのか？できるよ。全部溶かしちゃっていいの？おう。ちょっと待ってて。水？水？また進化したようだな。ビッグスライムって。本当ね、大きくな
ったり小さくなったりできるみたいだよ。小さくもなれるのか。やってみるね。強くなっていくな。というか、数を頼んで攻撃したりポーションを大量生産したりもできるってことか。相当ヤバい気がしてきた。主、お腹すいた。うん、そうだよね。主が食べさせてくれるもの、スイは全部好き。スイは可愛いの。待ってろよ、今買ってやるからな。すぐ気づいちゃ、白いカマッチャしたのが美味しいよ。中にお肉が入ってる。最初のはコーンマヨで、そっちはハンバーグパンだな。